三歳的書きストロンの二回目の授業の補足動画の一つ目をやっていきます。で、何を言うかというと、あの、竜の増加に関する話の証明を、まあ、飛ばしたんですね。で、えっと、それの話をしていこうと思います。で、えっと、ここは何だったかというと、えっと、補助ネットワークを作って、その補助ネットワークでですね、その S から T にその増加道を見つけると。で、増加道に沿って、あの、 ST 流増やすと、もともとの ST 流よりも値の大きな ST 流が得られますよって話でした。だから、えっと、まあ、ジョネットワークとはそういうものは何だったかってことは、あの、事業の動画を見てもらうということになります。で、えっと、どういうことをやってるのかっていうと、まずその増やすっていうのをですね、ちゃんと,、えっと、えっと、スラフで書くっていうところもちょっと飛ばしたので、そこからやっていこうと思います。はい。で、えっと、設定ですね。 えっと、今この F に対する増加度っていうのがあるとします。だからこれ何かっていうと、その補助ネットワークで S から始まって T に向かっていくような、えっと、位ですね。経路があると。で、今こういうふうに書いたらこれ何を言ってるかっていうと、えっと、S っていう頂点があって、順番にその矢印のこの向きに従って F0, F1, F0 は今え、えっと、S と同じなんですけども、V1, V2。 で、点点点って形で、最後、なんか t まで至るという形になっていると。まあ、こういうものを、えっと、このような形で、えっと、書くというふうにします。だから今、V0、S と同じで、その後、v、V1、点点で、Vk まで続いていて、Vk と t が同じですよと。だから、S が V0 と,と等しくて、t は Vk と等しい。こういう形になっているというふうに思うわけです。で、これがその増、えっと、補助ネットワーク上にあるということになっています。で、まずその、これに沿ってですね、 えっと、竜を増加させるってのは何なのかということを言います。で、これは今増加度、これ P としますね。で、これ P に沿って F を増加するって操作は、次のように F プライムっていうのを作ることです。で、何なのかっていうと、まずこのデルタっていうのを定義します。で、デルタは何なのかっていうと、今はですね、このような増加度っていうのが補助ネットワークにあるんですけども、ということはこの補助ネットワークであるので、この上にですね、その容量ついてるわけです。UFSV1。で、次が u f s v1, v2, こんなふうになるこ。あの、容量,量が一個一個とか、これついてるわけです。uf, vk-1t とか、んかこんなふうについてるわけです。で、そのような、この容量を見るんですけども、その容量の中の最小値をこうデルタとしましょう。というふうに言ってます。いいですか量の最小値をデルタで,で、ここのその補助ネットワークにおける容量,量ってのは、これ全部正でしたから、ここの今、このデルタっていうのは、えっと、 これ必ず、これデルタに見えないんですねで。デルタ。このデルタってこれ必ず正です。正でだからゼロにならない。し負にもない。必ず正です。ですかね。で、この時に何をするかというと、ちょっとこれ場所が悪いんで、ちょっと動かしますけど。で、何をするか動かしたいんですけども。終わってくださいね。ちょっと今。えっと。 えっと、何するかっていうと、ここに書いてあるように F' プライムっていうのを作ります。で、これ何かっていうと、もともとこのですね、えっと、増加道っていうのは、えっと、あれですね。ちょっと待ってください。カメラの位置を動かします。はい。えっと、増加道っていうのは、えっと、補助ネットワークにあったものなんですけども、これを元のネットワークですね。こっち側。あの、授業のスライドではこの左側にあったものの上で、えっと、どうするかっていうことをやります。で、どうするのかっていうと、 どうするのかっていうと、こうですね。えっ、ー、と、元、だから、えっ、ー、と、今、この S から、S、この V1、V2、点点点、T っていう、えっ、ー、と、頂点は、この元のネットワークにも存在するわけです。ただし、この向きは、この P に沿った向きと同じ向きで、この元のネットワークに子が存在しているとは限らないわけです。なんでかっていうと、この、 えっと、補助ネットワークの方には逆向きの子と純向きの子ってのがあって、逆向きの子であるかもしれないです。だから、まあ、もしかしたら S から V1 にはなんか純向き、V1 から V2 は純向きだけれども、V2 と V3 の間この、えっと、えっと、V2 と V3 の間は、えっと、ですね。補助ネットワークにおいて逆向きの子が付けられてる。ので、えっと、元のネットワークにおいては、このなんか左から右に、あ、右から左に向いてるようになんか見えるような形になってるかもしれないというわけです。 で、何をするのかっていうと、この各個に、個 VV、えっと、VV プライムっていう、この元のネットワークの各個に対して、えっと、その今流れてる量 F ですね、を変えて F プライムっていうのを作ろうとするわけですで。どういうふうに作るかっていうと、今ですね、この、えっと、P のですね、個が順向きのあこの AFF ですね、これ、になってるような、 えっと、vv' っていう子があるときには、そこには、えっと、この、えっと、流れてる量をプラスラムダしましょう。プラスラムダせると。順向きのとこはプラスラムダ,ーし,ララムダーしましょう。ってこと言っています。で、こっちこれ逆向きの方ですね。逆向きの方、逆向きの方はマイナスラムダしましょうと。マイナスラムダしましょうちょっとこれ色は赤ですね。色は赤マイナスラム出しましょうと。これはマイナスラムというふうにしましょう。というふうにして、で、あと、この、えっと、 増加度とはですね、関係ない部分の流れている量は変えないというふうにします。で、このようにして F から F' っていうのを作ります。いいですかで、こうすると何が言えるのかってことを言います。で、何なのかまず、次のページですね。新しく作ったの F'。これはまた ST 流ですと。いうことになります。つまり、えっと、容量制約と 流量保存制約を満たしているということになります。で、なおかつ、この F' の値は F の値よりも真に大きいです。これイコールないです。真に大きいということになります。で、これを、えっと、授業では補足動画で説明するっていうふうに言ったので、今その補足動画を、動画を作っている皆様も見ているということになるわけです。で、それやっていきましょうと。で、これ一つずつ順番に言います。まずこの STU であるってことを考えましょう。証明しましょう。 ですかね。まずこれですね。F' は、S、ST 流であるってことを言います。そのためには、ST 流の定義は何だったかっていうと、容量制約と流量保存制約を満たすもののことでしたから、それを言えばいいです。で、えっと、じゃあまずこの容量制約からやっていきます。容量制約からやってきます。で、容量制約って何だったかっていうと、任意の項を見たときに、そこに流れている量が0以上、容量以下であるってことでした。だから、この任意の項見ましょう。VV' ってこう見ましょうと。で、今、 えっと、この VV' プ v ライムが、この P っていうこの、えっと、なんだっけ、<laughs> えっと、増加度の子ではなかったら、この F' プライムと F は同じ。なので、えっと、これですね、えっと、持って、だから、で、なおかつ F は、えっと、ST 流ですから、えっと、FVV' プ v ライムっていうのは、 u, v, v' 以下で0以上になっているということがわかるわけです。で、この今 F が F' と等しいので、この F' に対してもこのヨーロッアがなが成り立っているということがわかるということになるわけです。いいですかいいですかはい。で、今から2つやるんだけど、何かっていうと、この v, v' っていう、あ、これだから、えっと、v V, V' もそうだし、えっと、この逆向きもですね、V', V っていうのも P に入ってない。だとすると、同じです。同じです。で、えっと、同じように、えっと、だから、えっと、V, V' って、その、あの、順向きのものも、逆向きのものも P に入ってなかったら、これは言えるということになります。まあ、ちょっとここは言葉足らずだった気がしますけども、まあ、えっと、P に関係ないところは、あの、F' 変わんないから、それでお、 よろしいと。F と変わらないからよろしいということになります。だから問題なのは、えっと、この子がですね、P に入っている場合。で、しかも、順向きの場合と逆向きの場合があるわけですで。まずこの順向きの場合、考えます。順向きの場合。で、そうすると順向きの場合には、F' っていうのは、このデルタだけ増やすっていうふうに言ってました。F から比べてデルタだけ増やすと。で、デルタは何だったかっていうと、P に入っているこの補助ネットワークにおける容量の最小値だったわけですね。ですか で、そうすると何かっていうと、今、この VV' っていうのは、これ P に入ってるわけですから、この VV' の、というこの補助ネットワークにおける容量っていうのはデルタ以上なわけです。デルタその最小値だからですか、ね。だからデルタ以上になると。ですかね。で、今ですね、この UF っていうこの補助ネットワークにおける VV' っていうこの容量が書いてあるんですけどそれは定義から何だったかっていうと、これは順向きなので、あとどれだけ流せますかっていう量でした。で、それは、 元の容量から今流れている量を引いたものだったわけです。ですか。そうすると、この F、これ、えっと、相殺しますので、この U の部分だけは残るということになります。で、このことから F' の値っていうのは U、容量以下ですよっていうことが言えました。ですかね。だから、F'VV' v っていうのは UVV' 以 v 下ということが分かったということになります。 ではですね、えっ、ー、と、この f' ってのは0以上なんでしょうかってことを考える。そうすると、これはここですね。今、f' っていうのはまた定義から fvv' プ v ラスデルタだったんだけども、えー、とデルタっちゃ正ですから、ま、あここ、あの、統合ないんだけども、本当は。えっ、ー、と、ま、えっと、fvv' v 以上であるということがわかります。で、f 自体は容量制約に出していったから、これ0以上になるということがわかります。つまり、えっと、 えっと、F'VV' v っていうのは0以上ということが分かりまして、ここに書いてある通り、確かに、えっと、VV' v っていう子が、順向きの子だったら、ちゃんとこの F' においても、容量制役に立たされるということが分かるということになります。いいですかではですね、逆向きだったらどうでしょう逆向きの場合。この V'V v っていうのが、この P に入っている逆向きの子だったらどうでしょうとその時には、 先ほどの増加の時に何をしたかっていうと、VV' v っていうこの F' の値、F' その F' で流れている量っていうのは、もともと流れている、F で流れている量から、このデルタを引いたものだったわけです。ですかで、今、もう一度、デルタは、この増加度 P に入っているこの容量の最小値だったので、えっと、それを今この VV' v っていう、 えっと、ものの、えっと、ませんこれは間違ってるな。これは V'V プです。V'V プ v ライムの、えっと、えっと、容量で置き換えると、えっと、デルタの方が小さいので、ま、でマイナスがついてるから、このままの不等になります。ですかはい。で、この UF じゃなくて、この V'V プ v ライムっていう、この、 えっと、こっていうのは逆向きの個なので、その容量いくつだったかっていうと、その元のネットワークでそこにど、ど,どれだけ流れてるのかっていう量でした。ただそれは F です。で,す、ねで、これ F をキャンセルするので、相殺するので、これゼロだと。つまり、ここから F'VV' っていうのがゼロ以上だってことは言えます。じゃあですね、えっと、この F' がですね容量容量、容量以下なんだってことを言おうと思うんですけども、そのためにはこれを読みますと。 で、F' はまた定義がどうだったかっていうと、F-Δ でした。で、Δ は正ですから、これは FVV' 以下になるということになります。で、F は容量制約に出していたから、これが UVV' 以下になるということになりまして、よって F'VV' っていうのが UVV' 以下になると。 だから、えっと、ゼロ以上であり、容量制約、容量以下であるという制約、ちゃんと容量制約を満たしてるってことが、3つの場合、どの場合でも言えました、ということになって終わりになります。で、これで、この容量制約を満たすってることが言えました。ここまでいいですかはい。で、じゃあ次は、この流量保存制約を満たすってることを言ってきます。はい。で、ですね、これですね、あとは流量保存制約を満たすってることを言えばよい,いと。で、そうすると、今ですね、ちょっとこれ、えー、っと、こっち側に、えー、っと、補助ネットワークっていうのがあったんですけど、 ネットワーク。ネットワークの中で、その S から T に向かっていく、この P っていう、えっと、増加度を見つけて、それに沿って、この、あの、ST 流を増加させたっていうふうに言ってるわけです。で、流量保存制約って何だったかっていうと、どの頂点、S と T 以外のどの頂点においても、入ってくる総流量と出ていく総流量が等しい。そういうものでした。ということなので、任意の S と T 以外の頂点 V を考えます。でですね、これはですね、 p の頂点ではない場合、だからここら辺の頂点ですねこの。この p に入ってない、ここら辺、全くこの p と関係ない頂点。だとすると、この、えっと、sd 量を増加させるっていう操作において、この青い頂点 v に入ってくる量も出てくる量もこれ変わらないわけです。ですかだから出ていく量、f プライムで出ていく量と f で出ていく量は変わらないし、f プライムで入ってくる量と f で入ってくる量は変わらないわけです。ですかね。そうすると何が言えるかっていうと、 F' で入ってくる量と F' で、F' で出ていく量と F' で入ってくる量は同じですよということにななんでかっていうと F で入る量と F, F, F で入る量、逆ですね。F で出る量と F で入る量が同じだから、F においては流量保存制約が成り立ってますからね。ってことで、こういうその B と関係ないところの頂点においては必ずその入ってくる量と,と出ていく量が同じであるということがわかります。じゃあですね。 この P の頂点ではどうなっているのかってことを考えます。ですかねだから v。V が P の頂点であるときを考えます。で、先ほど言った通り、なんか P っていうのは、なんか初めにどう書いてたかっていうと、なんか V0 イコール S、V1、V2、点点点点 VK を P とすると、なんかこんな形で書いていたわけです。なので、まあその、V がこの P の頂点であるっていうことは、なんかこの中のどっか一つ、 なわけですね。s と t じゃない、どっかの頂点なわけです。で、それをまあ vi としましょう。vi としましょう。そうすると、この p において vi の前の頂点は vi-1 で、後ろの頂点、次の頂点が vi-1 になっているということになります。で、この時は、えっと、i は、えっと、すみません。i は、えっと、1以上 k-1 以下ということになっているということになります。はい。で、その時に、えっと、じゃあ、実際に、 その増加させた様子を思い出して、その F' において、F' において、この VI に入ってくる流量と出ていく流量が全部同じであるってことを言いたいということになるわけです。で、今これ補助ネットワークの方で,では、この、えっと、VI-1 から VI に子が、矢印が向いていて、VI から VI プラス1の方に子が向いているとなっているわけです。だけども、ここら辺の子っていうのは、順向きの子でもあるか、逆向きの子であるか、まあどちらかわかんないわけですね。 だから、えっと、これ元のネットワークでは、ここの補助ネットワークに書かれている、この向きと違う向きを持っているかもしれないわけですね。で、そういうこともあり得るので、そういう可能な場合はですね、全部試すってことを今からします。どういうことかっていうと、これですね、元のネットワークでは、この補助ネットワークと同じ向きで、この二つが、の子が存在しているか、どっちらも逆向きで存在していることもあり得るし、片方が逆向き、片方が 逆向きっていうこともあり得るということなわけです。で、この4つの、えっと、向きになってると、じゃ今ですね、もともと、元のネットワークでは F っていうのは流れてるんだけども、F に対して、その、えっと、ST 流を増加させた後、この子の上には、えっと、どれだけ流れが変わったのか、ってことをちょ,っとちょっと書いてみましょうとで。そうすると、順向きのところでは、えっと、流れは、えっと、プラスラムダ、ラムダ、デルタだけ、こう、 えっと、増えるわけです。順向きのところは。だけども、えっと、逆向きのところはマイナスラムダにこう減るわけですね。ラムダじゃない。すいません。マイナスデルタに減るわけです。でそうすると何が起こるのかっていうと、もともとですね、ここに流れてるのがこの FF っていう、その ST 流があるんだけども、えっと、この VI のところだけ見ると、で、まずか F は、えっと、流量保存制約を満たしていますと。 で、そうすとか VI に入ってくる流量っていうのは F の総流量プラスデルタになっていると。で、VI から出てくるのは F の総 F、F において出ていってる総流量プラスデルタになっている。で、入ってくるのはデルタ増えてきで出るのがデルタ増えているので、やっぱり VI においては、えっと、えっと、あえっと、増加させた後、F' において流量保存制約が成り立っているということがわかるわけです。いいですか。でこれで、この左、 上の場合は終わりましたと。で、右下の場合も同じで、どういう風になってるかっていうと、えっと、もともとなんかこの F っていうのはこう流れてるんだけども、F においては流量保存制約が成り立っています。で、えっと、この逆向きのところでマイナスデルタとしてるってことは何かっていうと、この F でこの VI に入ってくる総流量があるんだけども、それを F' においてはデルタだけ減らしましょうという風に言ってるわけです。 で、一方、こう出てくのところもこのマイナスデルタして、出ていく量もマイナスデルタしましょうというふうに言ってるわけです。そうすると何なのかっていうと、えっと、入っていく量と出ていく量は両方ともマイナスデルタされているので、F' においても、この頂点 VI では、重量保存制約が成り立っているということになります。いいですかいいですかではですね、ここら辺ですね、この逆向きと順向きがこうなんか、あの、 混ざってるところ。これはどうなってるのか,か考えましょうと。これ次あるかな今、これ書いたわけですね。どうなってるのかど考えましょうと。で、そうすると、えっと、ここでは、えっと、もともと、こう F、先ほどまず F がこう流れてるわけですね。で、えっと、何が起きてるかっていうと、あだだ、だから、だから、えっと、こういうふうに書いちゃいけないですね。こういうふうに書いちゃいけなくて、これ、これちょっと待さ、ね、次のページあるかな ないですね。何かちゃんと言わなってきまね。えっとですね、何かっていうと、今ですね、この子の上に流れているのは、これは f,vi, じゃなくて vi-1vi VI っていう、この左から右に、この子が向いてるわけです。で、右側はどんな流れているかっていうと、右から左に f, えっと ,vi プラス 1vi。1 だから何かっていうと、今、この VI っていうところには、左からなんか流れが入ってきていて、右からの流れが入ってきてるっていう、で、こういう形になってるわけです。で、VI においては、F という ST 流で、えっと、流量保存制約が成り立ってますから、この、だから、これ,これ消そうかな。ちょっとあんまり説明がよくなかった。だから、えっと、F っていう、この流れでは、この VI に、こう、 この左と右から両方ともここ入ってきているわけです。で、入ってきていて、まあ、それらがなんかこ別の方にもなんか,こなんか出ていってたから、なんかこんな形になっているわけですね。で、これ、これでその入ってくる量と出ていっている量が F においては等しいということになっているわけです。いいですか。で、それに対して、この F プライムでは、左から入ってくる量をプラスデルタして、右から入ってくる量をマイナスデルタするってことをしているわけです。そうすると何かっていうと、入ってくる量、 に対して、プラスデルタとマイナスデルタを同時に行うので、差し引き足している部分はゼロになります。ですか。だから入ってくる量。F に,において、この VI に入ってくる量と、F' において VI に入ってくる量は同じになります。で、出ていく量は、これも F と F' において同じになります。ってことなので、やっぱりこの VI において、この場合、この右上の場合においても、流量保存制約が成り立つと。 ということになります。で、同じことは、この左下の場合でも入れていて、これは、えっと、入ってくるのと出てくるの関係が、えっと、右上と逆になっていると。だから、えっと、出ていってるのと、なんか入ってくるの、んこんな形になっていると。だからえ、えっと、この出ていく量が、左に行くとマイナスデルタ、右に行くとプラスデルタになっているんだけども、し引きゼロになっていて、やっぱり、えっと、この vi っていう頂点が出ていってる量は、総流量は f' における量と f における量は変わらないということになるわけです。 ということで、どの4つの場合においても、4つのどの場合においても、この VI において、流量保存制約が成り立っているということになります。どの場合でも、流量保存制約が成り立っているということになるので、これで全ての場合で流量保存制約が満たされるということが言えて、証明が終わるということになるわけです。よろしいでしょうか。これで終わりかなで、もう一つですね。えっと、この、値が大きくなるんだってことを言います。 値がくなったで、これは、えっと、まず、値の定義は何だったかっていうと、S から出ていってる流量、総流量から S に入ってきてる総流量を引いたものになるわけです。で、もともと、だから、えっと、バル F っていうのも同じように定義されていて、F プラス S マイナス F マイナス S ですね。で、こういうふうに定義されているわけです。で、えっと、F と F プライのでは何が違うかっていうと、今ですね、えっと、 増加度に沿って、その、ST にこを増加させているわけです。だからそれで増加させてるときには、その増加度 P っていうものにおいて、S と関係している、えっと、頂点とこっていうのは、この V1 にこう向かっているこだけなわけです。いいですかで、そうすると、この補助ネットワークにおける S から V1 に向かっているこっていうのは、先ほどと同じようにこれ順向きのこかもしれないし、逆向きのこかもしれない。 わけですね。だから、両方の場合またこれ倍分けするわけです。ですね。だから順向きの場合と逆向きの場合。っていうふうになります。ですかね。で、そうすると、えっと、順向きの場合には何が起きていたかっていうと、これは、えっと、順向きの場合に何が起こっていたかってと、これあるかなえっと、この、えっと、S から V 1に向かっている流量を、えっと、プラスデルタするというふうに言ってるわけです。で、この時には何が起きるかっていうと、F、 プライムプラス S っていうのが、もともとの F プラス S に比べて、デルタだけ大きくなりますよ、ということになるわけです。ですかで、入ってくる量は変わらないと。F プライムマイナス S っていうのは F、F マイナス S と同じなるということになります。ってことは、今この場合に、この式、これ計算すると F、F プラス S プラスデルタ マイナス F、マイナス S と、こういう風うになるわけです。ですか。で、これは先ほどの、えっ、ー、と、v s バル f の定義に従うと、これ、バル f プラスデルタになると。ですか。で、デルタは正でしたから、これはバル f よりも真に大きいという形で、この不等式が得られるということになるわけです。で、これは、これ、順向きの場合ですね。順向きの場合。ですか。じゃあ、逆向きの場合どうかっていうと、ちょっと同じようにやるんですけども、 もう消しますね。逆向きの場合どうなってるかっていうと、逆向きの場合どうなってるかっていうと、S から出ていってる量は変わらないわけです。あの、そこ、上に書いてない。S から出ていってる量は変わらなくて、入ってる量がマイナスデルタになっていると。いうことになります。いいですかってことなので、F' プラス S っていうのは、出ていってる量は、F と F' 変わらない。だけども、入ってる量が、えっと、 マイナスデルタになってますよ、ということになるわけです。ですかってことは、これ計算すると、f プライムプラスは f プラス s と同じで、で、マイナス f マイナス s マイナスデルタ、こういうふうになってるわけです、ね。で、これは、ちゃんと計算すると、value f プラスデルタっていう先ほどの場合と同じ式が出てくると。だからこれ、value f よりも信大きいということになります。いいですか という形で、どちらの場合であっても必ず、この不等式が成り立つということが言えるわけです。ですね。だからいずれの場合も、こうなっている。ですね。ということで、必ずこれによって、値が必ず増加するということがわかるということになります。よろしいですかはい。で、これで、えっと、で、これで、えっと、補足動画一つ目の方終わりになります。ありがとうございました。